海賊さんたちお宝いっぱいもらっていってるけど大丈夫？金品強奪してるよ私。おお、ハートのかけら。かけら4個で器が完成。体力の限界がアップした。イエーイ。仲間っつうか、彼女とかじゃねえの、ちょっと。おい。イチャイチャしてんじゃねえよ。え、待って、瓶がないんすよね。これで、もう私は上に戻ってけばいいのか？とりあえず、どこだろう？じゃあ人に見せてみる？人に、え、なんか高値で買い、怪しいことには使われんかな。ねえねえ、これ。写し絵の良さなんかどうでもいいんだよ。この隣の建物って何やったっけ？これって何やった？いや、そっか。雲だ。おい、これはどうすればいいんだよ。ゾーラの卵があるんですが。なんかいまいちよくわからないんで、とりあえず、あれだな。砦に行こう。そうよ、そうよ、なんかね。いつも、寄り道ばっかりして、そっちでめちゃくちゃ時間使うもんね。てかなんかもうね、もはや、どれが寄り道でどれが本筋なんかもいまいちよくわからんねよね、いつも。でもなんか、線でも、このストーリー攻略には関係ないこととか、いや、それでもクリアできるならいいんやけどさ。クリアもできんし、実はストーリーにも別にね、大して関係もないし、みたいなやったら最悪やん。そして私はそういうのが多い気がする。多分ここは必要なところな気がするんよね。気がするしか言ってないけど。で、盗賊に見つからんようにやろう。見つからんようにどうするんやろ。でもこれバシャーって飛び込んでったら普通に見つかるよね。とりあえず、なんだ、あっち側に渡ればいいのか。ちょっと、あの辺かな行く。あ、なんかあそこ登れそうじゃない？とりあえず水中から行けば、OK か？あれ何？なんかモヤモヤしとるの。水流か。潜って、下から行きゃ、大丈夫でしょう。ね、見つからんやろ。とりあえずな、特に、何もないね。この辺特に何もなくて、お、なんか、水中から歩いて登っていけそう、これ。で、登って、出た先に海賊おったらどうしよう。ここもまだ水中か。えい！めっちゃ怖いね。これがいったら、次、しばらく、コンっぽいけん。これがいったら、出る。で、こっち？これ何？あ、スイッチか。
あれ？ゴロンになればいいんかな？ゴロン、ゴロン。はい。あ、外してないけんってこと？はい、一旦外しまして。はい、ゴロン。うん。はい、あれ違う。プレス。開いた。で、あ、違うわ。これはまた一定時間しか空いてないパターンか。怖い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 。あ、これ押し戻されそう。ちょっと気をつけて。でもなんか、なんて言うん、カチカチカチみたいな音鳴ってないけん大丈夫かな。そんな音鳴りよったかどうか知らんけど今まで。でも意外と全然見つからずにやってこれてる気がする。ん、あれ宝箱じゃない？なんだなんだ。赤いルピー、20ルピーゲット。そしてこれ、ただ単に浮くっていうことはできないんですか？前に進まないでくれ。こここ。で、歩いた方がいいよね。水中でもずっと息が持つけん助かる。あ、これ。これで。あれ？あ、こうか。これは？あ、ちゃんと動かせるんやね。うんうん。とりあえず動かしとこう。は。うう。なんでこんな作りなんだ。え、なんなの？海賊たち。ゾーラなの？これで通れるようになったんかな。だってさ、こんな水中でいろいろしとったってさ、みんな通れんくない？違う違う違う。え、なんだ、どうすればいいんだ。あ、こっからさらに向こうに持っていけるようになったってことか。あ、オッケーオッケー。で、ここが通れると。ここから上に向かっていくのか。待って、行かせてください。怖い。ん？あそこになんか扉が。流され。え、なんか外に出てきたんですけど、どここれ。え、でもなんか上の方に船があったね。ってことは普通に砦の中か。え、砦の中にモンスターおったんや。今初めて知ったんやけど。ちょっと待って、さっきまでおらんかったやん、君たち。ついてこないでくれよ。ねえ、さっきまでめちゃくちゃ、平和な感じやったはずやのに。ってことは、あれか。下についた方がいいんか。怖。んで、ここで浮き上がって、扉。これ開くの？普通に。開くんや。お？
これふわふわすい、あ、なんか宝箱ある。よっ、ルピー。海賊さんたちお宝いっぱいもらっていってるけど大丈夫？金品強奪してるよ私。入れない。あ、なんかスイッチがあるね。この辺のは壊せないのか。いで、行き止まり？あ、あそこになんか、あれ弓矢で狙うやつやな。ってことは、一旦リンクに戻って、で、ここに弓を。違う。待って、ちょっと柵が邪魔。これでいけるか？あ、いけそう。どこだ？あれか？で、ゾーラにならんとね。怖い。え、あっという間に閉まるやん。マジか、そんな早い。思いっきり当たった。あ、宝箱ある、なんか。取っとこう。青いルピー、5ルピー。ちょっと嬉しい。いいよ。もっと近くから撃てんのかな。この階段あたりから撃つのがやっぱやっとなんすかね。しかもさ、一旦このリンクからゾーラになってとかそういうのがめちゃくちゃめんどくさいね。難しいって難しいって。やっぱここで打ってそこでゾーラになって早く。いけいけいけ、よいしょ。んで、で、あそこ絶対押し出されたらいかんとこよね、きっと。おそらく。ってことは、浮くぞ。浮いて、もうこの辺別に多少当たったところで。お、でも当たらんかった。イエーイ。で、この辺大丈夫？オッケーオッケー。ザバーって上がって、普通に目の前に海賊とかおったらどうしよう。お、なんかスイッチ。ん？このスイッチを押したら水が増えるんか？え、違う。何？何？何それ？それもなんか、撃つやつ？え、しまってる。この位置からじゃないといかんってことかな。はい。んで、やっぱここからじゃないと無理じゃね？多分ここの上に追って押し上げられるってことよね。ってことはこれで
構で押し上げられてここに来ると、ここがどこかは知らんけども、なんか扉があるな。とりあえず回復して、これは壊せないの。あ、そっか、これにしたらいけるんか。あれ壊せないね。壊せた。しかも登れた。こっち上がっていけばいいんかな。え、もうラストの日マジで。え、なに、これ何？望遠鏡？望遠鏡でなんだ？どうすればいいんだ？え、望遠鏡で何なんだろうか。これが大砲とかならね、ぶっ放せばいいんですけど、見たけん何なんやろ。え？見たよ、何？え、何？どうすればいいの？え、なんかそこに、ちょいと待って。そこに弓で撃つやつあるよね。これって壊せる？あ、壊れた。なんか揺れ出したんですけど。あ、なるほど、そこが開くの。で、降り、あ、ダメージ受けるんや。で、出てきたけど、え、でもさ、さっきあれを見とった件ってさ、別に覚えれんよね。それで大体の海賊の場所だなんだって覚えて攻略していけってことではないの？違うの？むずいむずい。マジどこに向かうの私、それがわからんのだが。とりあえずこの木箱の裏におればいいんかな。あ、水あるんや。んで、普通にこっち上がっていける？あ、いけるいける。あの真ん中のとこに上がっていかんといかんってことかな。あ、なんかそういう感じな気がする。多分あんなになんか厳重に警備しよる感じやもんね。おい、そこのやつ止まれ。あ、でもこっからなんやね。なるほどなるほど。じゃあちょっと一旦ちょっとここで、一旦ちょっとここで私はどこでもセーブして、まあ、だって最終日やしね、ちょっと頑張ろう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、あの女海賊たちは倒すことはできんのかな。まあ、でもさっきのあの扉入ってすぐのとこにね、こっち向いておられるのはちょっと絶対無理やと思うけん、あの扉やめて、やっぱあの真ん中の、はしご登っていかんといかんってことよね。めっちゃうじゃうじゃおるけど。